ウクライナの巨人ビタリ・クリチコとスピードと強打を兼備した巨漢ジョンソンが WBC 世界ヘビー級挑戦者決定戦で激突。長身を生かして初回からプレッシャーをかけたクリチコは2回右をヒットしてチャンスをつかむ。コーナーに追い込み相手のガードを割って打ち下ろしの右を叩き込んだ。無冠の帝王マルケスがついに体感。4度の王座獲得を成し遂げているベテランチャンピオンメディナに挑んだマルケスは堅実なスタイルとハードパンチで相手を追い込んでいった。7回メディナの踏み込みにタイミングを合わせた芸術的なコンビネーションが炸裂。実力派の元チャンピオン同士によるサバイバルマッチ。五分五分の下馬評の中先手を取ったのはカサマヨルだった。3回先制のダウンを奪って優位に立ち4回にもダウンを追加。しかしコラレスも同じ4回にダウンを奪い返す。壮絶な打撃戦は終了のゴングを待たずにドクターストップで幕を下ろす。ヘビー級タイトルも獲得して4階級制覇を成し遂げたジョーンズが新たな冒険を企てた。2階級下のライトヘビー級に戻ってターバーのタイトルに挑戦したのだ。ところがサウスポーのターバーに思わぬ大苦戦を強いられる。勝負は判定まで持ち込まれた。WBA、WBC 世界スーパーウェルター級チャンピオンゴールデンボーイオスカー・デラホーヤが元世界チャンピオンのカンパスを迎え撃った一戦。スピードとフットワークを存分に生かして戦うデラホーヤにカンパスは全くついていくことができない。7回試合はついにストップ。全勝のチャンピオンカンザギに強打の前 WBA チャンピオンミッチェルが挑戦。予想通り試合開始直後からスリリングな打撃戦となった。2回最初にキャンバスに張ったのはカンザギだったがその直後衝撃的な結末が待っていた。ヘビー級史上最多4度の王座獲得の実績を持つホリフィールドに1階級下の IBF 世界クルーザー級チャンピオントニーが挑んだ注目の一戦。序盤は互角の展開だったが次第にホリフィールドは後手を踏むことになりやがて流れは一方的になる。9回歴戦の英雄に終焉が訪れる。重量感あふれる強打で全勝をキープしていたジロフにベテランのトニーが3階級制覇をかけて挑戦。じわじわと肉薄するジロフだがトニーは柔軟なボディーワークでこれをいなし効率的なブローを叩き込んでいく。最終回タフなカザフの虎をトニーの正確なコンビネーションが捉えた。タフで好戦的な2人が WBC 世界フェザー級王座決定戦で激突。初回チはバッティングで失血のハンデを負うが2回にはダウンを奪って優位に立つ。中盤はブロディが盛り返し一進一退の攻防のまま試合終了のゴング。判定は地に上がったがやがて集計ミスが発覚。壮絶な打撃戦を展開して喝采を浴びた人気カードの第2弾。半年前に敗北を喫しているガッティは今度は小刻みなステップワークを駆使してライバルをコントロール。3回には絶妙のカウンターでダウンも奪う。今回も休みなくパンチが飛び交う中で試合終了となる。はい、いやさすがにランキングが上がってきただけありますね。印象的な試合のもちろんが多いですね。覚えてるっすね。確かに多いですね。いくつもありましたよ今見てても、本当デラホヤとこのカンパス私一番ねこのデラホヤが華々しい勝ち方をして圧倒したじゃないですか。いやかっこいいなって改めてまた思ってしまった試合ですね。やっぱりね私たちもファンの皆さんもそうだと思いますけども、はい、自分の好きなですね選手を中心にやっぱり考えますからね。デイオ・コラレスとカサマヨルが戦った試合、これ印象深いんですよ、はい、ダウンの応酬ありましたし、応酬でしたね。確かにそれからジェームス・トニーが、はい、最近になってまたね、復活しましたから、はい、この辺が私は印象に残ったんですが、お二人はどうでしょうか。まず浜田さんからいきましょうか。私はまず一番最初に出た20位のビタリ・クリチコの試合ですけどね、はいはい、これ10位の間違いじゃないかなと思ってるんですけど、ね、20位じゃ低すぎると。いやあれだけのヘビー級選手がですね距離も長くてパワーもあると、はい、そうするともう誰も手も足も出ないと、うん、そして
やっぱりあの天井から打ち落とすパンチというわけですかね、はいはい、相手が倒れかかるところまで打つと、そして相手がもう一回構え直すと、ガードの真ん中をねじり込んで打つと、やっぱりこれぞヘビー級のチャンピオンになる男だなと思いましたよね。あ、小泉さんはどうですか、このブロックでは。私は19位のですね、ファン・マヌエル・マルケスですね、はい、いやいいパンチで目を倒しましたね。私はもう丸消すでなしに丸つけるですね。はい、素晴らしいです。そして、トニーですね、はい、13位と14位にそのジェームストニーに入ってるんですね。で、まあジローフに勝ったのは私はそれほど驚きませんでしたけど、ホリフィールドをですね TK をしたのにはですね、本当に驚きましたね。はい、トニーです。ところどころに散りばめてます。本当にいいです。あ、はい、そうそうですね。はい、ということなんですが、皆さんどうだったでしょうか。はい、浜田さん、ジェームストーリー、はい、私ちょっとさっき言いましたけども、うん、ジェームストーリーに関してはどうですか。ですね、まあ一番最初にロイ・ジョーンズの話しましたけどね、ロイ・ジョーンズが階級の壁を破ったっていうんですかね。ああ、トニーもこれライバル心負けてないですね。まあ小泉さんの意見と同じなんですけど、ジロー君が、まあ、勝てるかもしれないと思ったんですよね。ホリーフィールドね、まさか勝てると思わなかったですね。あれだけうまい、強い、そしてやっぱりどんな選手とも対応できるホリーフィールドが、ある意味ではもう手足出ないという状態にはなりましたからね。ですからジェームス・トニー、来年はトニーの時代来るんじゃないですかね。ああ、そうですか。はい、はい、という、まあ、20位から11位。